江戸時代、その美しさから幾度となく浮世絵の世界にも登場するお江戸の海。そんなかけがえのない海をもっと知るための海と日本プロジェクト in 東京。海と日本プロジェクト in 東京は、次世代へ海を引き継ぐため、海を介し人と人とがつながるユニークな取り組みを実施する日本財団のプロジェクトの一環です。私は東京港のポートガイドという職でございまして、今日はそうなんですが、社会科見学船で小学4年生から中学生の人たちを東京港のご案内をしている仕事でございます。初めてお越しになる方もいますし、あるいは何回かお見えになった方もいますけども、東京港の魅力っていうんですかね、私たちが何十年も勤めてきて、やってきた楽しいところを ご覧に入れたり、あるいは全然知られてないところをですね、知っていただく、理解していただくことが楽しいですね。この海は自分にとってふるさとなんですね。私は実は東京都の葛西という、江戸川区の葛西ので生まれまして、両親ともおじいちゃんがですね、海苔取りをしてたんですね。いわゆるこう浅草海苔。今でもこういった海を見ますと、仕事は全然違いますけどね、なんとなくそういった子どもの頃に描いたその東京の海、東京にふるさとあるのかって言われるとあれなんですけど、僕にとってはふるさとなんですね。そういう思いをして、今でもこう船を乗りながら、ふるさとの海やおじいちゃんたちはどうだったかなっていうことをもう思い浮かべてます。海っていうのは世界につながるんですよね、7つの海と。だから今日そこまで大きなこと言えませんけども、こういった海を見て、狭い自分の机だけではなくて、あの中ではなくて、こういった大きな海を見て、できれば大きな人間、スケールの大きい人間になってもらいたいと思います。それが夢ですね。海と日本。